はい、どうも、レンです。ライトです。セブンです。はい、今回はエンペラーフォルネウス対ナイトメアロンギヌス。さあ、エンペラーフォルネウスね、同じく第4世代のベイ、防御型のベイだね。それに対しね、このナイトメアロンギヌスの圧倒的な破壊力で、さあ、第4世代を倒すことができるのか。いつも通り5ポイント選手でやっていこうと思います。はいはい、じゃあ今日1本目、はい、スイッツー、ワン、ゴッシュ。おっと、メタルの量になる子超もきつないよ。まあメタル、そりゃそうだ。第4スライ、メタルがいっぱい。あー、イエーイ、痛いぞろ。さあ2本目いくよ、はい、スイッツー、ワン、ゴッシュ。あー、今度は来週回るロミヌス。わー、お、おっと、わー、イエーイ、2対0。はい、3本目いくよ、はい、スイッツー、ワン、ゴッシュ。おっと、オーバー、激しかった。ダメか、3対0。さあいくよ、はい、スイッツー、ワン、ゴッシュ。激しくぶつかり合い。4対0、ストレート負けになるか。じゃあいくよ、はい、スイッツー、ワン、ゴッシュ。本当に予想通りだったね。よしよし、はい、答え1 3、2、1、ゴッシュ。ドローかな、今のは微妙。はい、今日はスイッツー、ワン、ゴッシュ。惜しい。さあ、今度はどうなる。中央ぶつかり合い。あー、これはきつい。あー、お、お、あー、惜しい。はい、まあまあしょうがないな。やっぱ第4世代メタルベイ強い。はい、じゃあ今日はエンペラーフォルネウスの勝利で終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。Thank you.